どうも、ゆうきこうみでございます。光栄、スーファミ版麻雀大会2、先週編3回目後編ですね。それでは引き続きやっていきましょうか。清少納言にリーチ、一発、ツモ、初、三案のドラなしで、ハネマンというかなりの被害を被りましたが、6戦3戦やったが、おやっかぶりじゃなかっただけ、被害は、甚大ではなかったと思いますね。まあ、一級さんがおやっかぶりになってくれたおかげで、ラスから3着目に浮上したはええんやけれど、未だ上がれてはおりませんね。ここから先は振り込んじまったりのないように進みたいっす。少し雑談しましょうか。私は結構意外なことに、子供がとっつきやすいゲームが得意ですが、その中でも最近のではポケモンの、バトルが好きですね。技や属性のバリエーションが豊富ですし、属性によっての相性もそれぞれ違いますしね。中でも、バトル施設でのマルチバトルは特に燃えますね。ピンズに染めれるように頑張っているのやが、ワンズやソーズ待ちで仕掛けられぬ限りは、大丈夫でしょうね。ロープレは、かなり苦手な方なのですけれど、中でも一番面白いと思うロープレは、ファイナルファンタジーシリーズかな。中でもなぜか3が好きなんすよね。攻撃すると分裂する敵がいたりとか、自爆する敵がいたりとか、ラストのダンジョンがセーブができない上に長いという、よくできてたロープレでしたね。BGM とかも作り込まれてたりして、神曲が多かったりしますね。小屋染めてだと、早とちりしちゃったかな。まあ、ファイファン3は、別赤で改造版もクリアはしてませんが、字幕プレイでやりましたね。その別赤で縛りプレイで、2回クリアした、シューティングゲームもありましたよね。ガルフォースというアニメの題材にした、オリジナルのシューティングゲームでしたね。ファミコン版もありますけど、クリアしたのは MSX 版の方ですね。MSX 版のガルフォースといえば、2作品あって、2作目が打って変わってアドベンチャーらしいんですよね。やった方は1作目の方ですね。MSX にしては他の、ゲームとは比べ物にならぬくらいの、グラフィックと BGM がよくできていたって感じっすね。機体のバリエーションも豊富ですし、7人のうちの1人を選びスタートし、他の人を宇宙で救助して、ラスボスのディノザードという、巨大ロボっぽいやつを破壊することが目的って感じっすね。ピンズ染めしてて悪かったわね。ガルフォースは、アニメが原作だったってことを、あんまり私は知らんかったもんでして、キャラクターも男女7人やと思ったほどでしたからね。実は全員女性だったってことも、大人になってから気づいたってほどっすね。とりあえずは経験でも取っときましょうね。名前は、ラビー、ルフィ、パテ、エルザ、ラビー、ロニー、キャテって感じでしたね。中でもルフィとパテとエルザは、当初男性だと思ったほどでしたね。要は子供の頃、エロなお姉さんキャラのゲームだったってことは、知らず知らずプレイしてたってわけですね。経験なんて、流れるのを待つだけっすね。上がられなきゃええけどね。なんとか上がられずに流れたようっすね。しかも、親の清少納言は脳天でしたね。さあ、親回ってきたっす。頑張りましょうか。雑談の続きっすね。MSX 版のガルフォースのシューティングゲームについてですが、宇宙の方にワープして、戦艦に閉じ込められてるメンバーを、一人一人、助け出していくのですが、実はとんでもないバグが発生するときあるんですよ。メンバーを回収したはいいけれど、偽物みたいなのに取り憑かれて、ダメージを、食らいまくるってのですね。あれは今でもトラウマでしたね。逃げ回ったりとか、急いで時期を画面端に寄せれば、なんとか助かるってこともあるんですよね。大抵なら時期が低いレベルやとやられますからね。あとはゲームボーイの、テケテケアスミックワールドというゲームも、個人的に面白かったですし、普通にプレイもやりましたね。33階建ての塔をどこかに埋めてある鍵を、穴を掘りながら回収して、ドアのある階段に1とステージクリアっていうやつでしたね。タニャを、狙っていこうかと思うんやが、こういう時に限って矢を中杯の方を拾って、メンツになってしまうっていう。8階おきにボスがいて、一番上の33階に、ラスボスの、ローズンってのがいるんすよ。そいつを倒すのが目的ってわけですね。ボスはブーメランとかでダメージを与えてくってものでしたね。ザウズンを倒したらエンディングかと思ってたんですね。撃破おめでとう。しかし君はこの塔を降りなければならない。と言われ、下りのステージが始まるんですよね。一応動画では上りまでしか、プレイしてないけれど、下りのボスは、驚くぐらいパワーアップしてて、攻撃が時期の方に向かってきたりとか、攻撃がやたら激しくなっていて、かなり苦戦を強いられた記憶があるっすね。他にも、塔の高層階の普通の、ステージに出現する、すごいスピードで転がってくる敵もいたっすね。出くわせば死亡は確定って感じなんすよね。でも運よく違う方向に行った隙を狙って、ドアのある階段に向かって、クリアとかね。一応、往復クリアはしたことがあるんやけどね。あとは、ファミコンのゲームで、みんなのターボーの仲良し大作戦という、カップリングのパズルゲームがあったんですよね。パネルを、めくって同じ絵柄を当ててくやつと、パネルを、回転させて同じ絵柄を縦横斜めに、並べていくやつとあるんですね。同じ絵柄を当ててくやつはやったっすね。タニャお狙いはやっぱ厳しいかな。こうなるんやったら、ゴロチの三式っててもありそうやな。
えずは、ゴロチ3式でも整えておこか。あと残り10やから厳しいかもしれへんけどね。あと窒素残り3枚やけれど、山から引けるか、清少納言が切ってくれるかにかかってるっす。あらあ、清少納言が経典取ろうとしたんだと思われるが、ここで一休さんが論したっすね。すっ窒素でピンフのみでしょうかね。そうでしたね。やっぱ今回も上がれぬパターンなんでしょうかね。このゲームの CPU はほとんどの人がそば点で、リーチしてくることが 80% ぐらいだと思いますね。ちなみにダマ点を、コントする、赤ずきんちゃん、孔子、一休さん、水戸黄門は、大抵役が見込めない場合しかかけてきませんからね。なので、振っちゃってもドラがいっぱい乗らぬ限りは、大したことないかもしれませんね。で、雑談の続きの方、みんなの待望のファミコンゲームは、神経衰弱の方も、手並べの方も、敵を倒すことができない上、時期を必要に追いかけてくる敵もいたりするんで、逃げ回りながら探したりする必要があるんで、ノーミスはおろか、ノーコンでもクリアするのが難しいって感じっす。サンリオキャラのゲームなのに、ものすごい難易度ですからね。保険って感じで、難をないときましたね。他にも、現在進行中のワリオの森とか、あとは高橋名人の冒険島とかも、意外と難易度が高いゲームっていっぱいあるって感じっすね。まあ、今回は簡単そうに見えて、意外と難易度が高いゲームについて語ってきました。いきなり引きが悪くなるってのはやめてほしいっすね。しごろとかいけるような気がするんやけど、なかなか厳しそうやな。ワンズがロッチッパになってもうたしね。スーピンを頭にすればなんとかなるかもしれへんっす。でもペン3ピン引けれるんでしょうか。ようやく6層清少納言が切ってくれたんでね。3層は1号ションパイなんで、誰かが高塚順通にしてるかもしれへんな。山にあってくれることを祈るばかりっすね。また一休さんダマで、張ってたんやね。一寸そうやけれどツモでしか上がれへん、ツモのみやろな。ツモとドラ一丁ありましたね。500と1000っすね。しかも振り手にあったで、よく上がれるよな。ってことでオーラスっすね。あたしも振り点こいてしまったけれど、タニャを狙いすぎてしまったからなんだよね。一休さんは、E1 持ってたんで、タニャを狙ってたが結局妥協したんでしょうね。結構あたしも、タコ打ちになること多いっすね。ハイパイやつもに惑わされたりしてね。ソーズのひふみがいい抵抗にぜひなってもらいたいもんっすね。チートイという形にだけはなってほしくないっすね。でも、贅沢なんかしてたら、あっという間に誰かがリーチしてきますんでね、早く決めてしまいたいっすね。本当にまた、早と切りさせるような手になったな。ソーズのゴロチが順通になっちゃいましたからね。三蔵さえ積もってければ文句はないっすね。結局大渋滞の中で、清少納言に先越されてしまったっすね。リーチ。パーピン切りのリーチっすね。その前にチーピンを切ってるが、ロッチューピンというそば点は、十分に考えられますね。そば点警報発令やね。ピンズがやたら積もるようやったら、いい抵抗も諦めなければならないかもな。やっぱりピンズばかり引きますか。もういい抵抗は潔く諦めるべしや。中ピンを通してるみたいっすね。そば点警報は解除ってことか。でもピンズはカンちゃんか、シャボ待ちやったら、可能性あるけどね。
マジかいや、想像だったか。わざわざイーペイコーリーチ崩しする必要なかったか。リーチ、チンフ、ドラ1でザンクっす。結局ラスから浮上もできず沈んじゃったっす。練習モード1回目から3回連続の低調っぷりやったっすね。てなわけで、大会の予選か、1回戦のつもりで模擬対局、次回も同じメンツでもう1回っすね。4回やってどれも3着以下やったら、またメンバーを一部変えたいと思いますね。今回の麻雀大会2の練習は、ここまででございますね。ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。